本日は8月23日の朝6時30分の相場解説になります。これがねデイリーなんですけども、日足はですねもうねお分かりのようにこういう風に進んでますよね。このトレンドに向かって、エントリーすればまず損はないということです。ここで売りで仕掛けた方も、ここで売りで仕掛けた方も、ここで売りで仕掛けた方も、ここで売りで仕掛けた方も全員利益ですよね。ただこの辺で下げトレンドに気づく方ってのはあんまりいないです。ここでもあんまりいないと思います。まあこの辺でいたかなって感じですよね。でも今度は突然上がり始めるんじゃないかなって恐怖がいりますよね。まあだからゾーンみたいな概念が必要だったりするんですけどね。次行きましょうか。4時間足を見てみますと、ゾーンっていうのが私がね何日か前からここに引いてます。まずはここで反転してますよねってことですよね。でここでも反転してますよね。だからここで取らないといけないかなってところなんですよ、こういうところでね。で私が取ったのは実際はもうちょっと先なんですけども、その辺を1時間足で解説していきます。一旦は私は下げでね、損をこきました。ここです。ここでエントリーしたんですけども、あんまり下がらずにエントリーした場所でロスカットを受けてしまいました。というところでもうワントライさせてくださいっていうふうにお願いして、ここからエントリーしてね、ゾーンにかかったところでエントリーして最大値を取れたよってことを昨日報告したと思います。ここね。でその後本当に、エントリーからイグジット、要するにね決済した瞬間から値を上げ始めてここまで来ました。そうするとね、夜中だったんで私は見てませんけども、夜中起きてたらまたここで私は売りでエントリーしたと思います。そうするとここも取れていたということですよね。だからこのねゾーンがいかにね当てになるかってことなんですよ。これここゾーンがちゃんと引けるようになる、もしくはゾーンをね自動的に引くツールっていうのが速稼塾のプレミアムで提供されてますんで、プレミアム2だったかな、それを使うともう私が引いても中丸トレーダーが引いてもあなたが引いても同じところにゾーンが出ますんで、かなり見やすくなりますよね。ゾーンを引く手間もかからないですし、ゾーンが自動的に出てきますんでそこに向かってエントリーを決めていくだけなんで非常に楽です。かといって絶対勝てるわけではないですからね、勝利する確率が高いってだけです。私の感覚で言うと7対3ぐらいで勝てますんで、3回連続で負けてもずーっと同じようにベットしていけば 70% の確率で当たるっていうかね、儲かっていくってことになりますんで、資産は減りようがないかなってことですよね。まあその辺も合わせて25日ね、エビナをはじめとして速稼塾セカンドの紹介もさせていただきます。もうすでにポータルサイトできてまして、やっぱね膨大な量になってますよ、膨大な量なんですけども、順番にこなしていけば力をつけながら、そんなにね1日で一気にやる必要はないです。1日少しずつ15分とか長くて30分ぐらいを進めていけば、もうね100日ぐらいでかなりの力がたまることになります。私の相場解説も今3分ですけども5分もやってないと思うんですよ。このぐらいの時間を費やしていただきたいかなと思います。でね、私がおすすめするのはトレードの模様を私みたいに動画で撮ってアップロードすればすごく力になるんでおすすめしますよね。なんか考えが整理できるんですよ、こうやって言葉にしたりとか図にすることによって。ぜひこれも FX を身につけるためと思ってねやっていただければと思います。力はすごく早くつきます。はい、私もね勝ててない時からずっとやってますからね。一回も勝ってない時が3ヶ月ぐらいありましたから、でも動画やってましたからね。すごいでしょ。40代でマイホームローンを抱えるみたいなね動画の再生リストシリーズだったと思いますけどね、おすすめです。で本日は以上です。あ、今後はですね、今後はもう一回このゾーンにかけてみようかと思うんですよ。ただ今日金曜日なんでエントリーしないですよ。今日は私金曜日未だに苦手なんですよね。だからこう上がっていったらまたこう落ちるとは思うんですけども、そうではなくて、おそらくですねこのまんまドカーンとこのゾーンを突き破って落ちていくんではないかなと思うんですけどね。これは週明けてからの判断になります。もう今週っていうか今日はチャートを私はもう見ません。もうさよならさよならでございます。もうね十分です、今週も。で金曜日は難しいんでやりません。また月曜日からの戦略をじっくり立てていこうかと思います。今週のチャート解説は以上です。本当に今週もありがとうございました。